こんにちは。今回はですね、このある一人の人を紹介しようと思うんですよ。それはですね、桜井翔一という方です。私はね、麻雀店を経営してた時期が長かったんですけども、そのいきさつもあり、私は桜井翔一、桜井会長の全国でね活動されている、全国当然もないんですけども、活動されている雀機会というところにちょっとご縁をいただいたことがありまして、それのね広島同好会っていうのを、勉強会っていうのを私の店の中で9年間やっておりました。もう本当にね、麻雀を通じて人生を学ぶっていうところなんですけども、まあいろいろとね、細かいことは抜きに、この桜井翔一会長、桜井会長が今回ね、障害児に関して、なんかね、ちょっとしたエピソードがあったんですよ。というのは、桜井会長のもとにどんな障害か分かりませんけども、お子さんが生まれた時にやっぱり障害を持ってたらしいんですよ。その時にね、この桜井会長、麻雀の裏プロです。20年間1回も負けたことがなくて、あらゆるね、原子力利権とか土地利権とか企業利権に勝ち抜いてきた、そんな人だったんですけども、本当にね、ヤクザより怖い人ですよね。そういう人がね、今でも生きてらっしゃるんですけども、そういう方が麻雀を通じて、人生をね私たちに伝えてくださったんですけども、その桜井翔一さんの家に、私の記憶違いでなければ障害を持ったお子さんが生まれたということが分かったんですよね。そして取り乱す奥さんに、この会長が何と言ったかっていうところが、また私たちの胸を打つんですよ。それは何て言ったかっていうと、この子さ、ってうちに生まれてきてよかったじゃないかみたいなこと言うんですよね、当たり前のように、その言葉から私は思うのは、無責任な親のところに生まれてくるんではなくって、このお父さんお母さんだったら大丈夫だよねっていうふうにして、子供が桜井会長と奥さんの元に来たっていうふうに私は解釈したんですよね。だから会長が、お、この子うちに生まれてきてよかったじゃん、まあ、俺みたいな親父のところに来たら、まあ、大丈夫だよみたいな、そんなね感じに受け取ったんですよね。いや、やっぱね、感じることと言うことが違うなと思いまして、私もね、その時もまだ介護所やってましたんで、大いに自分の考えをね、修正することができたかなというところなんですよ。そういうこともありで、いくこさんが言われたように、子供っていうのは自分の人生を任せれる親を選んでくるっていうね、そういうふうな解釈、まあいいな、素敵だなと思うところもあるんですよね。でも世の中にはね、やっぱこう我が子を殺してしまったりとかね、いじめてしまうみたいな、そんな悲しい家族関係もあるわけですよ。でも育子さんのところにこうちゃんが来たのは、育子さんのその愛情とね、それからたっぷりの笑顔と、そこからつながる YouTube を通じて出会う私たちもかもしれませんけども、私たちに対してね、大切なメッセージを伝えるために育子さんを通じてそこにいらっしゃるのかなというふうに私たちは感じることができるんですよ。もちろんこういうふうな受け取り方をする我々といったらちょっと偉そうですいませんけど、そういう人が、育子さんがそういうね、分かってくださる人を選んでつながっているところも、本当にこうちゃんが育子さんをお母さんとしてね信頼してきた、すごく大事なことなんじゃないかなと思います。そして他にもありますよね。この前長男の方、今女の子になっちゃいましたけども、アスカちゃんっていうのをね紹介してくださいましたけども、アスカちゃんはきっと一子さんを通じて、社会にね偏見のない方とか、それから色眼鏡で見ない方を一子さんは選んで、友達にしてくれるだろうっていう風な期待と信頼を持って一子さんのところに生まれてきたんじゃないかなというふうに、これは私の勝手な解釈ですよ。そういう風にいろいろとね学ばせていただくことが多いなと思う今回の動画でございました。それではですね、私がベラベラ言うよりも一子さんの動画を見た方がいいと思いますので、動画説明欄から一子さんの動画をご覧ください。それではズームイン。